カラリオは、成功エプソンが製造、開発し、エプソン販売から販売される、インクジェットプリンターなどの一般家庭向け製品で使用される、日本国内のブランド名。デジタル技術を利用した、写真環境の提案を事業戦略としている。1995年より、エプソンの一般家庭向けプリンターから、カラリオの名称を使い始めた。カラリオのブランド名は、 色の入出力に由来している。色イコールカラーに入出力の頭文字、i と、o を合わせて、カラー i を、カラリオとしている。2008年、エプソンは、カラリオのロゴを変更するとともに、ブランドビジョンを変えた。カラリオのブランドビジョンを、写真を美しく彩るプリンターから、暮らしをカラフルに彩るパートナーへと変更し、同時に、カラリオの、i という文字を、 私と定義し、そこから安心、快適、綺麗、スタイリッシュ、環境、未来という6つの切り口から私の暮らしに彩りを与える商品を開発していく姿勢を示した。ロゴも愛の字の上部のを上述の6つの切り口を示す6色の丸点で花びらのように囲むものになっている。一時はデジタルカメラやスキャナなどにも 対象製品を広げたが、2016年現在では、一般家庭向けのインクジェットプリンターに対象が、絞れられている。フォトマホハジェットカラリオ PM-700C、カラリオブランドの使用は1995年の MJ-500C、800C から始まる。エプソンは、サーマル方式を採用した他社と異なり、 ピエゾ方式を採用したインクジェットプリンターを開発した。この方式をエプソンではマッハ JET 方式と呼び1993年に MJ シリーズとして MJ-500 を商品化した。翌1994年にカラー印刷に対応した MJ-700V に C が発売され大ヒットとなった。この大ヒットを受けて 1995年の MJ-500C、800C より新しいブランド名のカラリオを開始した。さらに翌年の1996年にライトシアン、ライトマゼンタインクを加えた6色インクを採用し、写真画質と従来比2倍以上の高速印刷を実現した PM-700C を発売した。PM-700C は、 異例の大ヒット商品となりカラリオは、プリンターの代名詞と言われるまでになった。カラリオブランドは、プリンターだけでなく、エプソンのスキャナーや、デジタルカメラのブランドとしても使われ、名前の由来の通りに、カラーの入力と出力の両方を扱っていた。また、インクジェットプリンターの発展に伴い、スキャナーとの複合機製品用の、カラリオコピー、マルチフォトカラリオ、 小型の写真印刷専用機のカラリオ右などといった派生の製品ブランドも生まれた途中でデジタルカメラの製造が中止されるなどでカラリオブランドを使用する製品ジャンルは狭くはなったものの2016年現在もエプソンの主力製品である家庭向けインクジェットプリンター製品に使われ続けているそのためカラリオは 日本国内でのエプソンの重要なブランドだと言える。2016年現在、カラリオのブランド名を関する製品は家庭向けのインクジェットプリンターとそのスキャナー複合機となっている。かつてはデジタルカメラ、フォトビューワー、スキャナーといった製品もカラリオブランドを関していたが、ことなどから現在はカラリオの名を冠さなくなった。またインクジェットプリンターの中でも、 といったように、製品ジャンルの揺れや変遷が生じている。カラリオブランドの開式より、人気タレントを CM に使って、大胆に宣伝を行い、製品のヒットやブランドの認知に一役を買っていた。1997年頃までは、ライバルのキャノンの BJ シリーズにはペンギンなど、色彩鮮やかな動物や鳥類、風景の写真が主に使われていたのに対して、 対象的な広告であった。カラリオの主要な製品ジャンル。カラリオブランドの開始である1995年から2016年現在に至るまでインクジェットプリンターはカラリオの主要な製品ジャンルである。特に1996年11月に発売されたフォトマッハジェットプリンター PM-700C は大ヒット商品となり、 世間にブランドを広める契機となった。以後の数年間、国内インクジェットプリンター市場で、エプソンは、シェアトップの地位を保持し、カラリオは、インクジェットプリンターの代名詞ともなった。一時は、キャノンの倍近くのシェアを獲得したこともあった。現在も、国内市場では、毎年、キャノンとトップシェアを競り合っている。近年のカラリオプリンターは、 光沢感と高画質に有利な6色染料インクを使用し、タッチパネル式液晶操作パネル付きのスキャナー、複合機を中心に据え、上位機種では A3 サイズのプリントも可能としている。また、低価格帯には普通詩印刷に強い4色顔料インクを使用した複合機6色染料インク、または4色顔料インクを使用した短機能プリンター、写真、 はがき印刷用の小型プリンターがラインナップされている。写真画質重視のプロ、ハイヤマ向けの製品は一時は、カラリオプロセレクションシリーズとして出されていたが、現在はカラリオを監査いプロセレクションシリーズに変わっている。ただし、2015年秋に発売された EP-10 馬は、カラリオ V エディションを名乗りつつ、プロセレクションの製品ページでも紹介されている。 ピエゾ方式の採用技術的には、インクの突出方式として、ピエゾ方式を採用している点が挙げられる。カラリオのプリンターが、発売開始以前は、キャノンや HP などが採用する、サーマル方式のインクジェットプリンターが優勢であったが、エプソンは、ピエゾ方式を採用した。1990年前後に、マイクロピエゾヘッドと呼ぶ。 新構造のピエゾ方式のプリントヘッドを開発し、これをカラリオブランドのプリンターに搭載した。以降、カラリオ及びその他のエプソンのインクジェットプリンターには、ピエゾ方式のヘッドが採用され続けている。ピエゾ方式の採用した点がライバルであるキャノンとの大きな違いであり、この違いが両者のプリンターの特徴にもつながっている。 ピエゾ方式では、インク突出の際に熱を使用しないため、エプソンでは、ヒート、フリー、テクノロジーと称し、消費電力や廃棄物の低減による環境への配慮も挙げている。長所短所写真印刷を得意とするカラリオの大ヒットにつながった PM-700C 以来、カラリオプリンターは、写真印刷を得意とし、また、 それを重視した製品ラインナップ構成となっている。2016年現在の製品でも、売れ筋の機種は、写真印刷向きの6色占量インクを用いている。また、最上位機種の V、エディションシリーズでは、写真作品作りに的を絞った仕様になっている。文書印刷に弱い写真印刷に強い一方で、キャノンのピクサスや HP、ブラザーなどの製品に比べると、 文書印刷には弱いか重視していない製品ラインナップになっている。主要機種で採用されている線量インクは普通紙ではにじみが生じやすく文書印刷で求められる文字や線をくっきり描くのには向いていない。普通紙の印刷に向いた顔料インク搭載機も用意されてはいるもののコストを抑えた低価格の製品であるため印刷スピードが遅かったり、 コピーやネットワーク接続などの付加的な機能が充実していないなど、6色占領機に比べると、性能や機能面で見劣りする製品となっている。ただし、エプソン製品内では、ビジネスインクジェットプリンターのシリーズで、印刷スピードが速く、機能も充実した製品を展開しており、カラリオと住み分けをしている。2019年モデルでは、普及機種が、 文書印刷と発色性の両立が図られた、顔料ブラック染料カラー搭載機となり、顔料インク搭載機が設定されなくなった。複合機中心のラインナップ2003年秋の PMA850 の発売以降、主力製品はスキャナー複合機になっている。現在発売されている製品の中でも、複合機の方が多く、単機能のプリンターの数はわずかである。 ライバルのキャノンも現在の主力製品は、スキャナー複合機ではあるが、単機能のプリンターの製品数はエプソンに比べると多い。ハイインク処理の容易か従来、クリーニングなどで消費されたインクはパッドで吸収されており、パッドの吸収量が限界に達した場合、ユーザー自身でのパッドの交換が不可で、修理交換を受ける必要があった。 そこで2016年秋発売のの EP-879AK ではハイインクを吸収する構造をパッド方式からメンテナンスボックスと呼ばれるタンク方式に変更したメンテナンスボックスはインクカートリッジや用紙と同じように消耗品として発売されているのでユーザー自身でハイインク交換が可能となりハイインク交換に伴うダウンタイムもなくしている 翌年以降、メンテナンスボックスを採用する機種が増え、2017年秋には、V、セレクションシリーズの A3 のび太用単機能モデルの EP、EP-50V、2018年秋には、ビジネス向け A3 のび太用単機能モデル PXS5010、2019年秋には、 EP-982A3 と4色普及機種の週 -452A にも採用されている。なお、メンテナンスボックスとは別に、縁なし印刷時に打ち捨てられたインクを吸収する縁なし吸収剤があり、この縁なし吸収剤は、パッド方式と同じく吸収量が限界に達した場合には修理交換が必要となる。従来、 縁なし吸収剤エラーが発生すると修理交換を終えるまで全ての機能の使用が不可となっていたが2018年秋発売以降のモデルではメンテナンスボックス被災用の機種を含め縁なし吸収剤エラーが発生しても縁なし印刷以外の機能を継続使用可能なように改善されている1996年の PM-700C のヒットから数年間 エプソンは国内インクジェットプリンター市場でトップシェアを握り続け市場をリードしていた。その中で製品の新機能や新しい印刷の提案を行っており、いくつかは現在のインクジェットプリンターでも受け継がれている。また他社製品でもカラリオで提案された機能が追従する形で取り入れられていった。縁なし印刷それまで一回り大きな紙に印刷し、 余白部を切り取り、望みの大きさにすることにより実現されていた、縁なし印刷を、直接目的の大きさの用紙に印刷できるようにした。ラベルライター用に開発された技術であるため、最初は左右の二辺縁なしとロール紙を組み合わせることで、四辺縁なしとしていたが、後に直接四辺縁なしを可能とした。プリントイメージマッチング、デジタルカメラの画像を最適に印刷できるように、 開発したエプソン独自の企画。対応カメラと対応ソフトウェアの組み合わせにより、それまで問題とされたドライバの勝手な補正によって望みとかけ離れた出力が行われるという事態を避けられる。これに対してキャノンは標準企画としてエクシフプリントを提唱した抗。エクシフプリント策定にはエプソンも関わっているが、エプソンの主張する多くの機能は、 取り入れられなかった。そのため、エプソンは、対抗的に、PIM2 を展開。エクシフプリントもサポートしながらも、PIM の優位性を打ち出そうとする。結果的には、サポートプリンターが限られる PIM よりも多くのプリンターで、使えるエクシフプリントが優勢となる。特に、合わせて、 デジタルカメラのシェアの多数を占めるキャノン、ニコンの2社のカメラが対応していないため、利用できるユーザーは限られている。ニコンは当初こそ PIM をサポートしていたが、後にエクシフプリントに切り替え、しかも出荷済み PIM 対応カメラ数機種に対し、ファームウェア入れ替えで、エクシフ、プリント対応機に切り替えるという対応を行った。その後もニコンは PIM 共産メーカーに名を連ねているが、 カメラでのピム対応はそこまでである。あとに、ピムはさらにムスリ3までバージョンアップされているが、搭載されているデジタルカメラは少数である。ロール紙蒸気縁なし印刷の実現のために用意された機能であるが、単表紙よりも休止方向に対して上下端の画質低下がない、連続印刷時の休排し速度が速くなる、1枚あたりのコストが低い、 横断幕のような長尺印刷が可能というメリットがあった。しかし、オートカッターがない機種では一枚ずつ切り離すのが面倒。巻いた紙を使用するので、出来上がったプリントに反りができるのが嫌われた、単表の写真紙の価格が下がった、などの理由で次第にサポートされなくなり、2015年現在、これをサポートするのは PF-70。70 A3 機と A4 眼料機の最上位モデルだけである。他社の追随も見られなかった。CD、DVD レーベル印刷2000年10月に発売した PM-900C に初めて搭載された機能でレーベル面にマジックなどで書き込みが可能な CD、DVD メディアへ直接印刷をすることが可能となった。従来は CD、DVD 表面に 文字やイラスト等を印刷したい場合、専用のラベルに印刷しそれをディスク表面に貼り付ける必要があったが、この CD、DVD レーベル印刷機能によりラベル割りが不要となった。徐々に対応機種が広がり、現在ではスキャナー複合機でも搭載されている。また、後にキャノンなど他社製のプリンターでも同様の機能を取り入れるようになった。 スタンドアロン印刷機能1998年に発売したプリントン PT-100 にてパソコンを使わずにデジカメで撮影した写真をプリンター単体で簡単、綺麗に写真を印刷する機能を搭載した。プリントンシリーズは2000年発売の PT-110、B、W までで終わったがカラリオプリンターに統合され、 2001年からの PM-790PT など型番の後ろに PT を持つ機種。2003年からは PMD750 など型番の数字の前に D を関する機種で展開された。また、小型ナカラリオミーシリーズや PMA850 以降のスキャナー複合機にもスタンドアロン印刷機能は引き継がれ、現在の EP シリーズにも続いている。低価格機では、 PC 利用時に比べ単体での印刷時に印刷解像度が低下したり、液晶画面がないため写真の選択がしづらいなどの制限が生じた。インクカートリッジの残量管理機能、インクカートリッジに IC チップを取り付けて、カートリッジ自体にインクの使用量を記録できるようにした。従来のインクカートリッジには残量を記録する手段がなく、 カートリッジを一度取り外した時点で残量のカウントがリセットされていた。そのため、使いかけのインクカートリッジを再装着すると、インクカートリッジが完全に空になる恐れがあった。エプソンのプリンターが採用しているピエゾ方式では、ノズルの中に気泡が入ると正常にインクを突出することができなくなり、最悪の場合は故障の原因となる。そのため、 インクカートリッジが完全に空にならないように多少のインクを残した状態で印刷機能を停止する必要があった。それゆえ使用途中でのカートリッジの取り外しを禁じる必要があった。IC チップを搭載してインク使用量を記録できるようにしたことでカートリッジ内のインク残量を推定できるようになりそれによって使用途中でのカートリッジの取り外しや 使いかけのカートリッジの再取り付けが可能となった。ただし、インク残量そのものを直接把握、記録しているのではなくインク使用量を記録していること、また誤差を考慮しつつ、ノズル内に気泡が入るのを防ぐ必要があることから、カートリッジがインクエンド状態になっても実際には中にインクが残るようになっている。CD、DVD レーベルコピー複合機のスキャナーを用いて、 CD、DVD のレーベル面を読み取り、PC を介さずにそのまま、CD、DVD レーベル印刷で、レーベル面をコピーする機能。この機能が出る前は、スキャナーを用いて、CD、DVD のレーベル面の画像を PC に取り込んだ後、CD、DVD 印刷用ソフトを使って読み込んだ画像を、配置して印刷しなければならなかった。この機能を用いれば、 操作の手間が省け、PC も立ち上げる必要もなく CD、DVD の印刷を行うことができ、非常に利便性が高かった。手書き合成シート USB メモリーやフラッシュメモリーに保存された写真に、PC を使わずに複合機のスキャナーを用いて、文字やイラストを合成して印刷する機能。写真専用紙は、サインペンなどで書きにくい素材でできているため、 年賀状などの印刷時に便利である。テレプリパ PMT990 よりサポートされた。地上デジタルテレビ放送のデータ放送により提供されるコンテンツを家庭内欄を経由してテレビから直接印刷できる機能。PMT から始まる複合機で標準対応する。非対応モデルでも一部モデルに関しては別売の PA 特区1を組み合わせることによりテレプリパの機能を付加することが可能であった。2016年現在の発売モデルではテレプリパには対応していない模様である。テレプリパという言葉自体はエプソン販売の登録商標。強いインク2003年秋より印刷物の色褪せがし、がたく保存性に優れているインクを採用し、強いインクというプロモーションを開始した。 元々高い耐、光、タイガス性を持つ顔料インクを採用した顔料強いインク分子構造を改良して高い耐、光、タイガス性を実現した染料インクを採用した染料強いインクにより以前の機種よりも色褪せに強くなった現在はさらに改良されて200年の耐久性を誇る強いインク200、強いインク 200X となっている ただし、200年の耐久性は、エプソン独自の実験環境下によるものであり、しかも、エプソン純正の写真用紙を使用し、アルバムに保存した状態である。ユーザー個々の環境によっては大幅に耐久性が劣る可能性もあるので留意したい。p m 7 0 0 c 線量インク搭載機、ン量インク搭載機コーヒー2の、顔インク搭載機については、 マキサートの項目も参照されたい。顔料インク搭載機スキャナーとの複合機プリンターのシリーズ。2003年発売の PMA850 より始まった。2010年秋発売の EP-903F、903A、803A 90、803 80オータムウィンター、703A シリーズまでは、マルチフォトカラリオのブランド名を冠していたが、 翌年の EP-904F、904A、804A 90、804A 80オータムウィンター、804AR、774A、704A シリーズからは、マルチフォトが抜けた、カラリオ、または、カラリオプリンターのブランドに変わっている。占領インク搭載機、顔料インク搭載機、顔料ブラック占領カラー搭載機前述したように、 顔料ブラック染料カラー搭載機はカラリオを換さないエコタンク搭載機に採用されていたが2019年モデルでカラリオにも設定された。工術のプリントンの後を継ぐカードリーダー内蔵モデル。ピクトブリッジや USB ストレージにある写真も印刷可能。しかしこれらの機能はマルチフォトカラリオも持っていること。マルチフォトカラリオと カラリオプリンタとの価格差が小さくなり、その間を保管するカラリオダイレクトの需要が減少してきていることもあって2006年モデルの PMD870 を最後にシリーズが収束した CL-700 から CL-760 までの型番 CL から始まる製品で主にテレビショッピングのセット商品や 初心者向けの低価格プリンターとして販売された。シリーズ全機種がインクを4色搭載しているタイプ。型番回変時にこのシリーズは廃止され、カラリオプリンタの V シリーズに低価格機は引き継がれる。エプソンの CM があまりに写真を中心に押し出していたため、写真画質の低い。このシリーズはエプソンなのに写真が綺麗じゃないとの批判を浴びる。前述のセット販売や、 プリンタのことをよく知らない層が値段の安さだけで買ってしまうことが原因である。1998年より発売されたプリンテンシリーズは現在ごく一般的に見られるカラーインクジェットプリンタと PC カードリーダーが一体となったカラー複合機の先駆けで早くもホーム DPE を模索している。2000年3月に発売された CC-700 から2003年3月に発売された CC-600PX までの型番 CC から始まる製品でインクジェットプリンターとカラースキャナを組み合わせてカラーコピーを実現したインクジェット複合機がこれに当たる。日本におけるインクジェット複合機自体は富士ゼロックスやキャノンが先に販売していた。 年賀状ユーザーを主なターゲットとせず、新生活に向けた製品であるため3月発売となっている。シリーズ最初の機種である CC-700 は、PM-770 と、スキャナ等を合体させたため6色線量インクであるが、2001年3月発売の CC-500L から4色線量インクとなり、ファックス機能もなくなり、名称もコラリーを。 コピーライトとなった。2002年3月発売の CC-550L から4点縁なし印刷に対応した。シリーズ中 CC-600PX のみ独立インクを採用する。インクを6色搭載し、写真画質を高めた PMA850 が2003年秋に発売されて、以降、本シリーズのコンセプトを受け継いだマルチフォトカラリオと、 なった。2004年に発売された E-100 より始まったコンパクトな写真専用プリンタシリーズ。E-100 の開発にあたっては、成功エプソン社内の女性メンバーでチーム8というプロジェクトチームを結成し、女性が使いやすいプリンターを作ることを目的として活動を行った。EP-100 は女性にとって使いやすい操作性。 女性が欲しくなるデザイン性を重視して開発され、その結果として、コンパクトで可愛いデザイン、取っ手がついて持ち運びやすいといった特徴を持っていた。2006年より発売された E-300、E-500、E-700、e、より、それまでの丸みを帯びた形状から、箱型の形状にデザインが変更された。この E-300K シリーズは E-100K と、 同様に持ち運び用の取っ手が付いており、2013年の E-370p、370W までリニューアルを重ねつつ販売が続いていた。2009年には横長の7.0型カラー液晶を搭載した E-800、E-600 が発売された。大型の液晶ディスプレイを活かして印刷を行わない時でもフォトビューワーとして活用できるほか。 E-800 では専用のキーボードが付属し、PC を使わずに、プリンターだけで、ハガキの通信面、アテナ面を作成して印刷が可能となっていた。このハガキ作成機能を備えた E-800K には、アテナ達人の副愛称が付けられ、2014年発売の E-850 までシリーズが続いた。E-370P、370W に、 変わって2014年秋に発売された PF-70 では高さを抑えた横長の箱型にデザインが変わり最大 A5 まで印刷可能となった PF-70 はカラリオミーブランドではなくカラリオプリンターに分類されていたが後継機の PF-71 はカラリオミーのブランドに戻っている はがき作成機能付きの機種では E-850 に代わって2015年秋より9.0型タッチパネル付き液晶を縦向きで使用する PF-81 が発売されている PF-81 にはこれまでの E-800K と同じアテナ達人の副愛称が付けられているがカラリオミーのブランドではなくカラリオプリンターにおけるはがきプリンターに 位置付けられている。このように最近は、カラリオミイの位置付けが揺れる。これまでとは異なっているケースが見られる。当初の EP-100 では、写真の保存性に優れている6色顔料インクを搭載していたが、E-150 からは、カラリオライトと同様の4色線量のインクに変わった。2006年モデルの E-700、E-500 では、 インクは4色のままではあるが、対光性50年、対保存性25年と従来顔料気並みの保存性に改良された。インクカートリッジは6色、または4色一体型となっており、2020年、現在の現行機種である PF-71 で使用されている81番インクカートリッジでも同様となっている。シリーズ全体を通じ、 同社のプリンターとの連携以外に取り立てて特徴を持たない。2003年4月にカラリオフォトップコーシリーズとして、上述のデジタルカメラ L-300、L-400 とともに、HDD 内蔵のポータブルビューは、フォトップコープレイヤー P-1000 を発表した。フォトップコーシリーズは、PC を介さずに撮影から印刷までを簡単で楽しく、しかも、 リーズナブルに行うことをコンセプトしている。P-1000 には、コンパクトフラッシュのカードスロットが備わっており、PC を介さずに、デジカメで撮影した写真を保存することができた。また、エプソン製の高性採液晶パネル、フォトファインを搭載しており、HDD に保存した画像を見て、楽しんだり、選んで、プリンターで印刷することができた。ありがとうございます。